どうもお疲れ様でーす。パンクロック TV でーす。まあ、今日もね、ちょっと晩酌しながら、お疲れ様でーす。ああ。いやー、ちょっと昨日暑かったわ、マジで。昨日熱中症になりかけましたね。ちょっとスケボーしてたんですけど。いや、ちょっとね、日差しが直のところなんで、やりすぎましたね、おっさんが、うん、やっちゃったな、昨日は。今日はちょっとね、おかずがエビチリ買ってきました、惣菜で、スーパーでね、うん、うん、BS のBS 富士か、プライムニュース、小池百合子出てるな、今。小池百合子なんかちょっとオリンピック終わってなんか病み上がりみたいな顔になってますねもうなんかもうちょっと仏みたいな顔になっちゃってますね、今ね、うん。まあちょっとお疲れ様でした、小池百合子さん。本当に大変だったよね。大変だよ、東京都知事はさ、いっぱいいるしね、人。うん、あ、ちょっと野菜をね、いただいてますよ、うん、いやでもちょっとね、昨日なんだ、虐待の事件ちょっと語らせてもらったんですけど、まあ、ちょっと昨日はね、ちょっと感情的になっちゃいましたね。ちょっと一日ちょっと冷静に考えてみたんですけど、虐待ってさ、なんですんのかな、聞いてみたいわ、うん、なんで虐待する人に聞いてみたいわ、マジで。なんで虐待しちゃうのかな、なんで子供にそんなことできるのかな、うん。そもそもさ、まあなんだか、いろいろ虐待あるけどさ、ネグレクトとかさ、性的虐待とか、あとまあね、普通の昨日みたいなさ、身体的虐待、抵抗できないじゃん、子供って。うん、何で抵抗できない相手にそういうことしちゃうのかな、マジで。ちょっとまあ普通に考えて言っても理解できなくて、もしこの動画見てる人がいて、虐待したことあるっていう人いたりするのさ、ちょっとコメントしてくださいよ。うん。マジわかんないんです、僕。片言みたいになっちゃったけど。マジね、謎なんだよね。うん。なんで、そもそもなんで人が痛いことをできるのかなって。自分にやられてるやりじゃん、熱湯かけられたくないっしょめちゃくちゃ暑いしさ、ちょっと75度だってよ、もう一瞬でも暑いよ、多分75度って、まあ、俺だったら耐えられても2、3秒かな、多分。シュッ、おい、やんだ、ほらダメよ。犬でもさ、猫でも、もう俺叩けないし、叩くっていうか、もう軽くね、うん。でも痛がるようなさ、なんかさ、動物でもはしないし、うん。もうこの間もなんかさ、仕事中、まあ、外で仕事してて、でなんかさ、ちょっと歩いてたんだけど、前で歩いてるなんか夫婦がいて、犬2匹連れてて、まあそこそこでかい犬、うん、ちょっと細身のでかい犬かな、犬種わかんないけど、でなんかその男が連れてた犬が多分なんか赤信号を渡ろうとしたのか、
それかまあ、あその信号の向かいにいる 犬に向かっていったのか分かんないけど、急に腹を蹴り上げてて、犬がなんかもう蹴りで持ち上がっちゃうみたいな、ほんとびっくりしちゃってで、なんかまあ外国人なのかな、なんかわけわかんない言葉喋ってて、いやちょっとね犬かわいそうと思ってこんなやつに飼われて最悪だよね。これが犬だったら蹴られたくないな。いや、しつけしつけって言うけど、いやそんなことしなくても分かるから。うん、そもそも暴力で分からせるっていうのはちょっとおかしいと思うんだよね。うん、それってただ痛いだけだし、辛いだけだし、特に子供なんてさ、ずっと残ってくからそれが、うん、子供の頃やられたことってさ、やっぱ結構覚えてんだよね、ずっとね。大人になるとなんかさ、なんか結構忘れる技術が身につくのか分かんないけど、うん、やっぱ子供の頃ってなんかね、フラッシュバックするみたいでね、やっぱ強烈なことってやっぱずっと覚え続けてると思うんですよね。うん、いやさあ、まあなんかツイッター見てたらなんかさ、ラッパーのソン・ゴングさんも言ってたけど、うん、よくねえよ、よくねえっつうか理解できないよね。さあまだ何も分かんないよ、3歳なんで何も判断できないよ。ちゃんと覚えてます、3歳そんな頃。じゃあね、あんたガタガタやないでね、あんた、うちのね、あんたもさ悪いことはしますよ、いっぱい、うん、殴んないよ、うん、俺ね、あんた言って分からせないと。そもそも暴力はさ、強いやつにやれよ、強いやつに向かってやっていくんで、暴力っていうのはそれじゃないと面白くないっしょ。なんで弱いやつに暴力するわけ、なんも面白くないよこれ。やんた、こらやんちゃん、やんちゃんおいで、こっち保育子大丈夫かな、ちょっと目がちょっと若干いっちゃってるけど、ちょっとお疲れなのかもしれないな、ちょっとむくんじゃってるわ。なんちゃん、ほら待て、なんちゃん待て、なんちゃんね、うちのなんちゃん、ほらねえ、いい子で、この子はいい子ですよ、なんちゃん、ほんとにいい子に育てられるよ、うん、ちゃんとちゃんと可愛がってね、うん、うん、にゃんちゃんね、何嫌がってんの、にゃんちゃん、うん、嫌がってんですか、あんた、うん、まあさ、なんだろうね、まあ、とそうだな、もうまあ今日ちょっと思ってたのがさ、子供産んだらさ、もう諦めないよ、もうなんか女ならさ、男遊び、男を作るとかさ、まあさ、なんかない、今日の今回の事件はなんかシングルマザーの人がさ、変な男で出会っちゃってさ、でそいつが殺したわけでしょ。なんでそうなっちゃうかな。だからもう子供を産むってことはさ、責任だよ。
責任を背負うことだよ。命を背負うんだからさ、覚悟を決めないとさ、もう親になるってことはもうねえ、子供が成長するまでさ、自分で判断ちゃんとねできるようになるまで身を捧げなきゃいけないからさ、子供に自分のね、自分の時間を、でちゃんと自分ね、子供がいろいろと判断できて大人になってくるようになったらさ、ねまたさ自分の時間をさ作っていけばいいんじゃない、いいんじゃないのっていうか、そうしなきゃダメでしょ。なんでさ 2歳3歳4歳とかさ、そのぐらいの年齢、一番まだもう全然もう親がいないと何もできないじゃん。飯食うのもね、服着るのもさ、うんちするのもおしっこするのも、なんでそこでさ変な男を連れてきちゃうかな。いやもう子供すぎるって、いい加減にいい加減さ、なんかちょっとなんかいろいろ言っちゃったけど、本当そう思うんだよね。いや僕、俺も別に今子供いないけど、なんかね最近その友達の子供とかさ、まあ兄貴の子供とかと接する機会っていうかさまあ俺も自身もさ、子供は別にもうそんなに、まあ一応俺はなんか末っ子で子供をね可愛がるっていうことをしてなかったから、ずっと。でもね、子供は可愛いよ。人の子供でもさ、いや子供を見てるとさ、もうおっさんになったからかもしれないけど、もう未来なんだよね、子供って希望だよ。いやそれをさ、それをですよ。もうなんかもう言いたくないわ、かわいそすぎて。痛いなんてもんじゃないよ、あんな熱湯5分間なんて。ちょっとかかっただけでまずいよ、熱湯なんで。普通に火傷するしさ、ただれたことねえし、ありえないっしょ。もうさ、もうちょっと、もうこれ以上言いたくないっすわ。もうどうにかしてくださいよ。一人一人のさ、なんかやっぱ一人一人の行動を、何しどうしたら買うんだろうね。なんかやっぱ大人、社会ってさ気迫っつうかさ、冷たいっつうか、やっぱみんなさ、やっぱ人のことを考えられてるようで考えられてない部分がすごいあると思うんだよね。いやもう当然、まあね、自分の人生自分の生活が一っていうのはもちろん当然なんだけど、なんだろうな、やっぱもっと、子供を守る社会になってほしいな。もっとね、その辺を海外のすごい厳しいところに見習って、なんかもっと厳しくして、厳しくとかね、してほしいんですけど、ちょっと国の偉い人お願いします、マジで。子供は未来なんでね、子供たちが背負っていくんでね、この先。ほんとクズの大人はもういらないんでね。いらないですよ、ほんとに。クズな大人はいらないですよ、ほんとに。まだ何もわからない子供をそのままさ
潰さないでほしいんだよね。うん、そのまあね、子供たちがどうなっていくかはそれはまあ教育とかそれにかかっていると思うんですけど、うん、こんな感じで、じゃあちょっと今日は閉めますわ。